ooh 会い、たーい。FM 小座をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は11時を回りました。8月10日、小座ジラの時間です。お隣の BC スポーツ店もオープンですね。ガラガラガラシャッターが今上がっている音が入っていると思います。<laughs> お隣のお店が開店時間です。 沖縄市中央パークアベニュー入り口国道330沿いにあります。FM 小座のスタジオから生放送で私、田辺幸がお送りします。この番組では沖縄に伝わる音楽、芸能の魅力を歌者、アーティスト、楽器制作者、イベント企画者の、えー、や、研究者、民謡ファンなどなど、芸能に関わる方の生の声でお届けしてまいります。琉球芸能の知らなかった側面にリスナーの皆様と一緒に、 出会うことができると嬉しいです。ガラ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 。<laughs> まだ今空いている、あ、今空き終わりました。回転はい、同時に小座じラバもスタートです。さあさあ、まあね、この時間も毎度おなじみの感じになってまいりましたね。ご説明しないとね、聞いてる人何の語かなと思うのでね。はい。 さあさあ、えー、8月の、もう10日ですね。今日は、8月9日と10日は、旧暦の7月の、今日は8日ですよね。で、えっ、ー、と、旧暦7月の最初の、猪の日、猪のししの日に、毎年、あだのしぬぐ、という伝統行事が行われます。ということで、 今今年は昨日と今日と開催中ですね私、去年、阿田の死ぬぐ行ったんですよ。あ田っていうのは安田って書いてあ田って読む国頭村にある安田のお祭りなんですけれども感動しましたね、いろんな意味で。えー、っとですね、去年、今日もね天気悪いですけど去年も相当天気最後の方がもう天気悪くて。 悪いっていうかねもう嵐だったんですけどでもねやめないんですよ絶対天気は雨とかは関わらず絶対にもう神様への捧げる踊りだったりとかあの山に登ったりとかそういうのは全然もう関係なくやめることはなくやってるっていうね。 ちょっとね、雨がひどすぎて、私は途中で屋根のあるところに入ってしまったんですけど、踊り手の人は絶対やめなかったですね、最後まで。それも含めてすごいなぁと思いましたね。あの、あだのしぬぐっていうのは、あの、やんばるのね、本当に自然がいっぱい残っているところで、もう行くだけでね、空気がもう違う、いいところで、えー、っとですね、最初に山と川と、 何だったもう一つ、えー、っと、村の廃所だったかなをお参りするんですよ。で、去年はうふしぬぐ、あの普通のしぬぐと大きいしぬぐがありまして、去年はうふしぬぐ大きい方だったんですけれども、この時はですね、男の人が、 このつる草とか葉っぱとかをいっぱい体につけてなんかもう原始的な格好をして上は裸とかね、まあ、服の上からの人もいましたけどなんかいっぱいもう神様みたいな格好をしながらで太鼓とか叩きながらあの山に登っていってあの祈願してくるんですね。 それをやって降りてきたら女性たちが迎えて、あとは夕方に、あ、違う、それでその次川に行きまして、川に入って、その格好のまま入っていって、あ、でもう一個海だ、海海。山、川、海に、次、えっ、ー、と、川入ったら海に移動していって、みんなで海に祈願して、 っていうのをやってましたね。で、女性はそれを見てるんですけど、で、夜になったら、今度は女性たち、あの、牛デークとかね、踊るんですよ。真ん中に松明みたいな火を焚いて、で、その周りをこう、ぐるぐる、紺色の着物着た、 ね、あの、村の人、女の人たちが踊るっていうのをやっていて、それをまた取り囲むように、あの、村の人が囲んで、なんか食べたり飲んだりしながら見るっていうね、お祭り見てきました。えー、っとね、この、私は全然村の人じゃないのに行って、あの、見させていただいたんですけどね、ついて回ったんですけど、えー、っと、この、やっぱり最後の、 踊りとかに感動しましたね。あの、歌いながら踊ったりするんですけど、で、こう、皆さん、村の人が、こう、っちを、ごちそうを持ってきて、囲んで飲み食べしながら見てるんですけど、私は何も知らないから、ただ見てたら、もう横のおじさんとかがいっぱいいろんなものくれて <laughs>、それをいただきながら、ね、一緒に見させていただいたんですけど、すごい、この、 そうそうそう覚えてるのは踊りもすごかったんですけどこの料理がですねなんかただの,あの見た目はオードブルなんですけどなんかめちゃくちゃ美味しくて <laughs> すごいそれに感動しましたね料理が手作りで心がこもってましたね何かわからないですけどだから ねあ、そういう、その時は、あ、なんてこの心がこもった料理だなとしか思わなかったんですけど、後から振り返ったら、あの、このお祭りがいかに大事なもので、もうそれに合わせて、すごいごちそうを、この家で作ってこられたんだろうなとか、いろんなこと思いましたけどね。ああいう心のこもった料理を食べると、あの、素朴なもんなんですけど、オクラの、あ、オクラだったかな。 何か豆のごま和えみたいなやつとかうんまあよくあるオードブルーに入っているような,なんだったかなんか唐揚げとかそういうものなんですけどなんか反省しますね <laughs> 普段んパパッと料理してるのでああ丁寧にいろいろやりたいなーとか思いましたけどねなんか祭りからそれて料理の話になってますけど。 そんな感じでね、あのー、もう8月、7月はお祭りがね、もういろんなところでありますよね。ぜひ、この自分はこういう祭り見ましたよとか、あの、地元はこういうのやりますよとか、アピールもありましたら、ぜひお気軽に送ってください。メールアドレスは761アットマーク、fmcoza.jp です。761アットマーク、fmcoza.jp です。 またメッセージ、リクエスト、あ、リクエストうん、リクエストもいいです。はい。FM コザのホームページから直接送ることもできますので、FM コザで検索してみてください。そして映像、Ustream と t w i t スでも配信しております。まあ、よかったら、どんな人が喋ってるかなあちらぐらい覗いてもいいかな <laughs> よかったら見てみてください。それでは、えー、11時56分までお付き合いくださいませ。 ではオープニングは、まあ、オープニングという英語が似合わないんですけど、まあ、お祭りの音いろいろ入っているのをお届けしましょうねえー、っとですね「沖縄祭り歌放浪芸」という CD の中からえー、っと、えー、すいませんえー、っとですね の中から、大綱引き、泣き人のエイサー、やけなのエイサー、へしきやのエイサーと続きます。お聞きください。 泣き人のエイサー、やけなのエイサー、へしきやのエイサーを続けてお聞きいただきました。小ザジラお送りしております。一旦 CM です。 しましょうかね。<laughs> エイサー。 よし頑張るぞ。 お送りしておりますオープニングがね長いのでわかるかもしれないのですが今日はゲストがいないので一人で喋っていきたいと思いますいつもはね沖縄芸能に関わる方をお呼びしているのですが 段取りが悪くて <laughs>。エイサーの練習ばっかりやって、これエイサーのせいにしたらいけないですけどね。エイサーの練習ばっかりして、で、その合間に、なんかこう <laughs>、やっつけみたいな感じでいろんなことをやってると、いろいろね、死が出てきますね。しょうがないじゃないですか、でも。ね、エイサーバカなんで <laughs>。えっと、例えば失笑ですね。 なんか携帯が壊れたり、ね、今ちょっと CM 中に喋っていたらルドルフさんが携帯っていう <laughs>、まず携帯っていう時点でびっくりされてしまったんですけど、9年ぐらい使ってるんですよ、携帯を <laughs>。今まで何も問題がなかったので、使ってるんですけど、ね、ガラケーというのが売って、ガラケーとか名前変わってるし、携帯じゃなくて <laughs>、なんかこう、 かわいそうな言い方に変わってますけど、全然何も問題ないんですけどね。電話するだけだし、たまに写真撮るぐらいで、うーんメールもしない、ネットもしない。あの、タブレットがあるので、ね、別に、うん。で、どうしたらいいですかって聞いたら、ガラケー買ったらどうですかってね。じゃあ、そうしましょうね。<laughs> もう、わからなくてもいろいろありすぎて。で、 あと、なんか車の窓が閉まらなくなったりして、もう力強い人に無理やり手動で開げてもらって、も開けないようにしてるんですけど、もうこれももうね、もうすぐ車検だからもういいかなと思って直してないんですけどね。あとはクーラーですね。<laughs> クーラーがつかなくなりましたね、家の。 なんでですかねこれ湿気のせいですかね多分湿気のせいだろうと勝手に思ってるんですよ。なんかこういう機械が壊れるというと、ああ湿気かって思ってるんですけど、<laughs> 多分当たってるんじゃないですかどうですかねだからもうこの時期は壊れるのかなと <laughs>、ね、ちゃんとケアしないとこうなるんだなと思いながらね、まあ、携帯も,そのもう致命的ではないので、一応データを 映すぐらいはできそうなのでね今それを移行しながら次のやつ何しようかなって考えてるんですけどねなんかこの全然分かってない私にこれがいいよとかありましたらぜひ教えてください <laughs> それでですね A さんね先ほど書けましたけどもこの前音楽村の方で一番街のね音楽村というところでうん小浜司さんあの 島解説人のねこの前ゲストに来ていただきましたけれども小浜司さんのトーク行ってきました「七八エイサーアリン・クリン」というのがありまして面白かったですね。私エイサーが大好きなんですけど出身は京都でで盆踊りあまあ発祥っていうかね元はこの念仏をこう分かりやすく伝えるためにっていう。 発祥と言われてますけどもそれとエーサーの関係というのはまあはっきりわからないけどという話でそしてこの念仏踊りであればねどこの地方にもお盆になったらそういう盆踊りがありますのでご全国の盆踊りはこういう風になっていて沖縄にそれが沖縄の場合はこういう風に発展していってみたいな話をねあの曲を流しながら解説してくださってとっても勉強になったんですけども。 あそういえばそうやってこの合衆温度とかですねあの「円やこーらやったどこしゃのせい」みたいな <laughs> ちゃんと言えてないですけどそういうので盆踊りちっちゃい時はね <laughs> というかまあ沖縄に来るまではそれが盆踊りでやっていて。 でそういうい音源も聞きながらでエイサーの音も聞きながら比較することができて面白かったんですけどやっぱり自分は沖縄の音階が好きだなと思ってまたうっとりしたんですけどですごい合臭温度とかはなじみがすごくあるのですがうん自分でやろうとは思わないエイサーは地方をやらせてもらってるんですけど自分でやろうとはその思わなくて。あまあ 思わなくてでまあそれは置いといてでもあのお盆盆踊りっていうのの,のこの内,内地というかまあ京都しか京都と広島しかあんまり知らないんですけど京都と広島の場合はお盆盆踊りはこの矢倉が真ん中にあってで周りその周りをあ矢倉の中で地方っていうのかな,なんか太鼓叩く人とか歌う人がいて。 まあ、私の地元ではテープでしたけど <laughs> テープを流していて広島で見たのは本当に生で演奏してましたけどまあね地域によっていろいろだと思うんですけどその周りをもう全然誰でもいいから入ってどんどん入ってぐる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 回りながら踊るっていうのが盆踊りなんですけどもうこれエンドレスずーっと繰り返し繰り返し踊るんですよね。そしたら で踊りもそんなに難しくないんで、まあ、沖縄で言ったら宮古のクいちゃうみたいな感じで、まあ、食いちゃう難しいですけどあんな感じでずっと回りながら踊っていくんですけどこの、まあ、沖縄の人は馴染みがないかなと思って説明してるんですけどそれはそれで、まあ、まあしばらく一周ぐらい見てたらああこうやって踊るんだと思ってすっとパッとこう空いてる空いてるっていうかまあ入れてねみたいな感じで入っててもうその場でパッと踊って。 踊りに入っていくんですけど、誰でもで。踊ってるうちにもう繰り返しなんで気持ちよくなってくるんですよね。もうトランス入ってくるんですよ。みんな。それはそれですごくいいな。誰でも気軽に参加できて。で、こう。その踊ってる間はもう。トランスで。 でもそれに対して沖縄のエイサーは結構前から準備して地元の人が参加してちゃんとやってるんですけど前からずっと準備していて当日は飛び入りはあんまりないですよね。サンダーぐらいはね適当に入ってやっあの面白いことやったりとかすると思うんですけどいきなり太鼓叩くとか手踊りするとかってあんまりないですよね。 やっっててもダメってわけけじゃないですけど基本ないいでですすど基本よねみんな衣装もね綺麗に着たりとかしてるんで入りづらいですもんね <laughs> そこが違うなと思ってでもどっちも良さはあるなと思いますこの前もってすごく準備してるこの準備段階から楽しいじゃないですかエーサーはねうんだからその違いはあるけどどっちもいいなと思いましたでまあ自分的にはこのなんかわからないですけど沖縄のエーサーの方が うんなんかとっても魅力を感じていますこれはまあ不思議ですけどねはいそれではこの辺で2曲目何しましょうかねじゃあちょっとただ聞きたい曲でいきます大工哲弘さんで「月のマピローマ」 テイクテツヒロさんの月のマピローマでしたうーんちょっと待ってくださいね意外と早く終わりましたね、えー、はいツイキャスにあルドルフさんがお茶ありがとうございます 飴をなめ始めたら曲がすぐ終わってしまって、えー、失礼しました。えー、っと、機械物は潰れるときは一緒に潰れますね。そうなんですか、ルドルフさん <laughs>。でも本当にそうですね。なんででしょうね。何が働いているんでしょうかね。えー、っと、携帯は前と同じメーカーのものにするとすぐ慣れますよ。 あソニーエ,レクエリクソンってまだあるんですか <laughs> もう,もう9年前だからもうなんか世の中変わってるでしょ。<laughs> あるんだったらそれがいいかなじゃあ。えっ、ー、と沖縄でも盆踊りやるんですね。そうですねやるとこなんかあのエイサーは今はすごい盛んですけどエイサーが盛んになる前は盆踊りが盛んだった時期もあるそうで,で今もやってるところもきっとあるんですよね。 で、えっ、ー、と京都は地蔵盆の盆踊りでなかったですか？そう、地蔵盆楽しみにしてます。地蔵盆はんと地蔵盆と盆踊りが一緒だったかどうかはわからないんですけど、盆踊りが先で地蔵盆が後だったような気がするんですけどね。 で次今も京都だけやっているようですね地蔵本っていうことで私は全国だと思っていたんですけど地蔵本がじゃあ皆さんわからないですよね関西は子供の頃はあったけど今はないようですえそうなんだえああの地蔵お地蔵さんって分かりますよねお地蔵さんがもう歩けばすぐそうだな町内に うーんまあ、沖縄のシーサーぐらい、いや、そんなにはないか。<laughs> そんなにはないな。町内に2個ぐらいずつは地蔵お地蔵さんがあるんですよ。で、これのお地蔵さんはね、子供の、あの、多分ですよ。子供の時に亡くなった子の霊を慰めるような意味だと思うんですけど、それを、あの、 盆のあとにだから8月の終わりぐらいに地蔵盆って言ってこのお地蔵さんの近くとかに集まってみんなでなんか子供が楽しむようなことをやるんですよお菓子もらったりとか、まあ、カラオケ大会したりこれは大人か <laughs> したりとかなんか集まって地域の人が集まってなんかちょっとお楽しみ会みたいなのをやるのが地蔵盆なんですけど、はあ、全国ではなかったんですね。うーん 知らなかったです、えー、いろいろ教えていただいてありがとうございますえー、っとあ同じ時期に物が潰れるのは買う時期が同じ時期なのかもあなるほどね <laughs> そりゃそうだそうかもしれない新生活始めるとか言って一気に買ったりとかねうんうん、うん、あそれから子どもの健康を祈り,祈りますはい地蔵盆あれルドルフさん京都の人でしたっけ 関西の人ですよねあ。大阪でしたっけ。ねあ、健康祈願か。そうですよね。もうすごい楽しかったの覚えてます。なんかあの普段はあんまり近所付き合いないんですよ。ないようなところだったんですよ。だけど、その時だけは何かこう近所の人が集まってワイワイ。飲んだり食べたりするっていうね。沖縄は全然普段からね、そういうのできてるので。いいですよね。 はい。それでは、今日は特にプランがないので <laughs>、えっと、もうすぐですね、えー、っと、あ、そうだ、告知しましょうね。えー、っと、えー、14日日曜日ですね、この日に、えー、第5回島クトゥバオンステージというのを、茶壇町文化協会主催島クトゥバオンステージというのがあります。 今年は第5回目。でテーマがミミビントイ「目覚めのビントイたち」ってことですね。ことですねって言ってビントイの意味がわかんないですよね。ビントイはこう仕切る人みたいな意味ですね多分。でこう地域の活動とかねあの先頭を立ってこうやっていく人みたいなそういうことだと思います。 をコンセプトに第2部島あ創作郷土劇を披露しますということで2、えー、部の舞台では「就活北端ゲッパゲッパ戦記」と題して観客の皆様に果たして現代の日本社会は昔のように血縁や遅延で固く結ばれていた地域社会を取り戻せるか。 それとも新たなつながりを見出すことができるのかを問いかけ一人でも多くの人に無縁社会について考えていただきもう一度自分が住む地域のために何ができるかそして若者たちが自らの幸せを勝ち取るためにどうするべきかを意識し啓発する舞台となっているということですすごくあの地域のつながりと のことをね考えさせられると思うんですけどこの作ってる方がねあの NPO 沖縄ハンズオン NPO の方とかが作られてるんですけどもね FM コザでも番組されてますねあのカララジ SOS ネットと,えと土曜日の電電ラジオ電電ラジオですねの方たちが出られますよえーっとそう ね、やっぱりこのお盆の時期とかになるとやっぱりつながり結構ね意識しますけどそれ以外の時とか結構薄かったりとかしませんかね。でこうねあのうつすい形はねそんなことなかったと思うんですけど今はね薄くなってきてるのでこれでいいのかとかねそういう問いかけになっているようなステージだと思います。 これが14日の日曜日、夕方、会場は16時、4時ですね、開園4時半です。えー、っと終演は7時夜7時になっております。そこに、えー、っとあ場所が家内ホール、茶壇二来センターの家内ホールです。入場料は一般500円で、高校生以下は無料となっております。 はい、ぜひ見ていいいたただきたいなと思います私はこの「シマクトゥーバーオンステージ」何回目かを見たのですがあの劇団の方っていうわけではないんですけども結構見応えがありましたよ。で「シマクトゥーバー」で演じていかれてちゃんと字幕も出てあの標準語日本語と英語とか字幕も分かりやすく出て。 で言葉もね若い子たちがちゃんと喋っているのですごくわかりやすいし言葉の勉強にもなるしいろいろ考えさせられることがあるのでぜひ行ってほしいなと思います。でそこに少し私も歌で参加させていただくことになっていましてまだちょっと練習あんまり行けてないので申し訳ない今日は行きますので <laughs> えなんですけどちょっと歌も歌うのでぜひ見に来てほしいです。 はい、以上「シマクトゥバオンステージ」の宣伝をしました8月14日日曜日ですそれではここで1曲お届けしましょうあのもうすぐですねあれですねえー、世界のウチナンチュ大会あと78日で 10月26日になりますので世界の鎮南チ大会近いということで懐かしきふるさとから山里ゆきさんの「南陽子唄」をお届けしたいと思います。えっ、ー、と小浜司さんが来られた時にかけられなかったので今日はかけたいと思います。 山里由紀さん、南洋小唄をお届けしました。一旦 CM です。 やっと目が、ね、67891011目が覚めるのに5時間かかってますね。皆さんは朝起きるのは何時に起きて何時に目が覚めてきますかね。 なんか夜型になってるな。 よーちゃるものや。FM コザ76.1メガヘルツ。コザジラジラやよやよコザジラバーをお送りしています。今日は 特にプランがなくても平気になっている自分にびっくりしてますけど今日朝寝坊したんですよ <laughs>。<で笑>やっと目が覚めてきたんですけども皆さんは朝はこう起きてからどれぐらいで目がさんちゃんとしてきますかね。朝ごはんを食べる食べないとかにもよるだろうし。 水を飲む飲まないとかねいろいろなことがあと運動をちょっとストレッチするとかね目覚ますことをやればちょっと早く起きれたりとかするんですかねまあちょっとなんか最近夜型になっている気がしますあのこれはエーサーのせいではなくあのあれですね ネットサーフィンしすぎな感じですね。なんかあれこれあれこれ考えて、いや、これは何だっけみたいな調べ物をどん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 やり始めて、もう充電が切れるまで寝ないで見てるんですよね。これがいけないなと思います。もう携帯もタブレットもやめますかね。<laughs> えどうしよう、そこまで踏ん切りなつかないですね。皆さんどんどなですかねもう あれじゃないですか、ならないです、夜とか。ついつい見てしまうんですよね、寝ながらとかでもね。止まらなくなってしまうんですけど、そんなことないですかね。私、特にあれかも、テレビも見出すと止まらなくなるんですよ。だからテレビを置いてないんですけど、ちょっと自分でこう、じゃあ、ここ何時までにしようみたいなことができないんですよね。うん。なんか、悩み相談になってますけど。 えっと、そっか、ね、お盆の話しましたけど、お盆、この、地域の人とね、あの、近所の方とすごくこう、毎日顔合わしたりできるので、この時期すごくね、そういう地域の絆も考えるし、あとお盆の当日はですね、えー、っと、今年は15が、 運慶十六中日十七がうクいになっておりますけれどもやっぱりこのあの世の人とこの世の人との絆をすごく思い出しますよね。エイサーのあの櫓のところから歌いながらいつもいろんなあの家々を回っていく道じゅねの時にいろんなね地元の人の顔が見えるんですけど皆さんすごくあのニコニコして見てくださったりとかね。 もう楽しみにして手叩いてみてくださったりとかそういうのが見えてすごくいつも感動するんですけどもねそういう時にあこの人たちの祖先自分は地元じゃないので、ね、自分の祖先ってあまり沖縄に関係ないと思うんですけどそうやってこの自分の知ってるあの,あの人の祖先が もうちょっと前にはここに住んでたんだろうな、そしてここにいたんだろうな、みたいなことをね、想像したりします。で、こう、そういう命がつながってくれてて、ありがとうっていうふうに思いますね。はい。皆さんはお盆はどんなふうに過ごされますかね。はい。また来週にはね、そういうメッセージもお待ちしてますよ。あとですね、えー、っと、次回は、 あの島くつばの講師をお迎えしたいと思いますので島くつばについて普段思ってる疑問とか好きな内納口についてのメッセージも来週お待ちしておりますなんか私はそうだな福螺舎みたいな,なんか福井とか悪い福井とか福螺舎とかいうあのあの言葉がなんか気になりますいい,いい響きだしいい いい言葉ですよね。なんかそれについて聞いてみようかなとか思ってます。皆さんも何かありましたらお気軽に送ってください。はい、ルドルフさん来週は内縄口の特集ですかってそうです、はい。来週は内縄口特集でいきたいと思います。あの沖縄語講師っていうねえー、っと肩書きの方なのでもう何聞いても多分わかると思います。 あそれから、着る時間を決めたらいいっていうのは、携帯ですよね、スマホとかですよね。あの、なんかあの、この時間になったら切れますよみたいな設定をやったことあるんですよ。あんまりひどいので、自分が。<laughs> でも、自分で解除してしまう。どうしたらいいんでしょうか。<laughs> 依存症ですね。はい。だめですね。はい。 ということで、来週はそういう感じでやっていくのですが、今週まだちょっと時間あるので、もう少しかけたいと思います。次お届けしますのは、徳原聖文さんの維新知事節沖,沖の選ぶ民謡です。この、えー、徳原聖文さんの徳ジュラサ三心という CD が出たばかりなんですよ。まだ今週、日曜かなに出たばかりの、すごいこのアルバムはちょっとすごいです。 やっぱりもう、実力派だし、センスもすごいし、ちょっとおすすめですね、これは。はい、ぜひ、じゃあす、あの、その中からお届けします。徳原聖文さんで、維新縮し 徳原生文さんで「維新知事節」を聞いていただきましたさあ「小座じらばお送りしてきましたがあっという間にエンディングでございます。一人だとまったりしすすぎですね まあでもなんか楽しかったです私は <laughs> いかがだったでしょうか <laughs> 来週はまたゲストをお呼びしますのでねぜひ聴いてくださいこの後 FM 小座楽しい番組が続きますのでぜひお楽しみください私はこの後6時半にまた登場いたします美生活の島ユンタクもぜひおすすめですのでぜひ聴いてくださいそれでは今週はこの辺で小座ジラバ失礼いたしますお相手は田辺由紀でした